通夜は仏教等で葬儀前に行う儀式のこと。昇降の様津やの起源は、紀元前383年2月15日の北、インドの串ながらの満月の夜、釈迦の入滅後、悲しんだ弟子たちが遺体を見守りながら、死後7日間、釈迦が生涯をかけて解いた説法を弟子たちが与動し、お互い聞き合ったという個人によるもので、仏教の通夜は、個人の成仏を祈ることではなく、 大夜という個人の現世での最後の夜を共に過ごすために集まった親しい人々が遺体を取り囲み個人の思い出話を語り合うことであった。相当集では釈迦の弟子に習い、個人が釈迦のように遺族に対し遺言として祈り爪を唱えるという意味で道元が書き表した消防玄像から書き起こされた首相儀を住職と共に遺族らが一緒に読書をするのが 本来の艶の儀式である。すなわち個人が臨終間際の釈迦で遺族を釈迦の弟子と名ぞらえたものである。艶はもともと個人を葬る前に親族や知人が夜通しで死者を守ることを意味した。古くは葬儀に至るまでの夜を通して艶と称した。しかし時代の変化とともに2時間程度の半艶が一般化してきており、僧侶を招いて、 土胸と共に昇降を行うという葬儀に準じた儀式となっている。通夜の儀式化に伴い、聴聞客も改装して行われる通夜を、本艶、遺族など近親者だけで前もって行われる通夜を仮艶と称することもある。通夜では、一般的に、僧侶が土胸を始め、しばらくすると、親族や改装者により順次昇降が行われる。土胸の終了後に僧侶が、 講和や説教を行う場合もある。また、個人と共に最後の食事を行うという意味でつやぶる舞いが行われる地域もある。個人の供養と参列者へのご礼の意味で食事を振る舞う地域もあれば、食事は家族のみで参列者は茶菓子や飲み物を受け取るだけの地域もある。弔問客が帰ってからも親族が交代で死者を守るという習慣は見られ、特にヨトと称して、 夜を通して、個人と共に過ごす地域もある。昼間に勤務などで、告別式に参列できないなどで、近親者以外は通夜のみに参列し、告別式には参列しないもしくは通夜のみで、告別式を行わないのが一般的な地域もある。逆に通夜は、近親者のみ参列し、一般の参列者は葬儀にのみ参列するのが一般的な地域もある。地方によっては、 津屋を行わない風習を持つ地域もある。国別式を行うことが多い。また、ももと津屋を行っていた地方でも、単身世帯の増加や高齢化の進行と共に艶を行わず、葬式だけ行う、追い地層が増えている地域もある。韓国語には津屋に相当する単語が存在しない。葬儀に関連する、礼儀作法や手順をまとめて、初集盆説と称する。 ありがとうございます。